はい、皆さんこんにちは。セイキンゲームズマインクラフトへようこそ。どうもセイキンとポンちゃんです。ね、家の1階部分を一応ね、外側だけ作って、今日はですね、内装を作っていきたいと思うんですけれど、まあ、どういう内装にするかね、1階、2階を作る、まあ最終的にはね、2階まで作りたいので、まあ1階部分で、例えばね、普通だったらリビング、ダイニング、キッチンですか、まあなんかそういう部屋をね、作っていかなきゃいけないので、それを今日は考えたいと思います。じゃあとりあえず家に入って、内装をちょっと今2人で考えましょう。よし、行くぞ。まじないの家だからね、これね。ほら、このこれ、誰も入ってきづらい家ですよね。あそこんちやばいよねっていうてか家の中暗いな、おい。家の中く…なんか今やばいの言ったよね。あ、びっくりした、びっくりした。なんだ、なんだ、なんだ。だってさっきさ、あれ桜の、あ、やばいやばい、吹雪みたい、やばいやばい、あれは間違いない、ごめん、牛が、あ、やばい、変な音してる。これはエンダーマンの音。やばい、ちょっと逃げよう、まずえ、牛、あ、ってか、やばい、ほらほら、見えますか画面、あれドアのとこ間違いなくあれエンダーマンいんだけど。なんでうちにエンダーマンが、私の家にエンダーマン、どうすりゃいいんだこれ。え、どうすりゃいいんですかこれおお、やべえ、目合わせればいいよ、やばいよ。いやいや、目合わせるとやばいよ。見て見て、いやいや見てっつっても、ほらほらほら、なんか言ってるのかどうか、まあ、なんか言ってんだろうね。ちょっとエンダー語だから伝わんないんだけど、え、こういう場合どうすればいいんだろう。いた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 、あっち向いて、たたずんで、あ、やばい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 、ちょっと待って、一旦まあ戻りましょう。絶対やられるから、我らの技術では絶対やられるから。いやいや、これお化け屋敷のレベルじゃないよこれ。ね、今ちょっとホラーゲームかのようになってますが、こう見るとね、あそこにエンダーさん立ってますね、明らかに。で、倒し方としておそらく足を狙えということで、足を狙えばいいのかなあ、見てるけどこっち見てんだけど、あらら、来てるんじゃない、ちょっと来てる。何なんだろうね、あの桜吹雪みたいなさ何ですかみたいな、和風桜吹雪ふわーみたいな、ちょっとよくわかんないんだけど、とりあえず目を合わせないで行こうか。じゃあ行きますよ。こういう感じで下向いて、もう真下向いて、あ、行くよ行くよ。うわそこやられた、やばいやばい、ちょっと待って、思いっきりやられちゃった。ちょっと今戻ってきてます。とりあえず僕のアイテムを、アイテム、なんで自分家でなんでアイテムって話なんだけど、この野郎もう、ちょっと待って、アイテム取って、よし、今ちょっとひそかにアイテムを集めに来て、ちょっと待って、どうなってるどうなってる、牛なんで、牛はやられないんだよ特に。僕の大事なアイテムをちょっと集めて、あ、でも特に攻撃してこない、待って、え、あ、耕そう、そうだ、ちょっと地面を掘りましょう。あ、ちょっとスコップがないけど、これで一旦掘って、これで、あれ、そう、ほらエンダーさん歩いて、気づいてない、ほら気づいてない、こういう感じで、ちょっとスコップ、スコップ、スコップない、まあいいや。ちょっと待って、ガラスのあれ取りたいんだよ、これ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 取って、ちょっと待って、これ潜るでしょ、これで潜ります。はい、で潜ってここから倒そう。これで剣を、剣に切り替えて、これで、え、うわっ、ちょっと待って、別にこの画面上で僕の顔を起こせる必要はないんだよね。なんかこうなっちゃうけど、さあ来い、エンダーエンダー、ああれ見てるよね、見てるけど特に気づいてないんだよ。ちょっと待って、すいません、ちょっと今スコップがないので、ちょっと緊急これでいきますけど、夜夜、ちょっと待って、俺がこいつ倒します。倒した、初めて倒した、エンダーマン倒した、やった、もう無敵だ僕は、やった、エンダーマン倒して、待ったちょっと待って、ここが暗いからいけないんだよ、やった、でも成長だね、さすが本編。どうですか、本編は違うよ、気合入ってますよ。ちょっと明るくしないとダメだね、やっぱ暗すぎてね、敵が出てきちゃうようだから、一旦明るく、あ、明るくしてくれたこれ、あ、これもともと、もうちょっと、やっぱね、家がでかすぎんですね
とりあえずこんだけ赤、これでも暗いもん。こういう感じでね、大体奴らが湧かないようにしないといけない、まずは。はい、こんな感じでとりあえず、いろんなとこに、あ、ゾンビの声してるけど。いやでもやっぱり広いね、なんか体育館作れるよね。とりあえず夜になってしまったので一旦まあ帰りましょう。牛はね、牛やられないんだよ、エンダーマンに。よし、大丈夫、よし、行くぞ。こう開けっぱなし行くのよ、牛を閉じ込めて。あ、クリーパーいっぱいいんな、おい。うっ、スケルトンいた。あー、やっぱさすがノーマルだから敵が多いね。よし、ちょっといいよ、普通に。あ、待って、この音、危ない危ない。後ろで爆発しやがったクリーパー。もう危ない危ない、戻った。うん、よし。あ、雨降ってきた。なんだこの騒がしい感じは。そしてもう寝てるっつうの。とりあえず寝ましょう。よかった、とりあえず帰ってきて。あいおやつ、あいおはようございます。これ大丈夫で、そしたらもうベッドとか移動しようか。だってこっちにいる必要はないもんね、基本的に。うん、ということで分かりました、ベッドとかを移動します。もうここにそういる、とどまる必要がないんですよ。向こうで作業したいんだよね、もう。だからこれをこうベッドを取って、私ベッドを持って、あと作業台とかも向こうに持ってきたいな。ちょっと面倒なんですが、ここにいろいろ道具が入ってるので、これチェストと、あと作業台とかまど、まあ向こうのでかい方の家に移動しましょう。ちょっと移動します。おお、おやばい、やばい、待って、ちょっと待って、待って、待って、なんか出てきたよ、なんか出てきたよ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか出てきた。間違え、あれさ、え、大丈夫？うん、大丈夫。あ、よかった。え、なんだったの？なんかエンダーマンから出たボール捨てちゃった。なんだそれや。びっくりした、なんかね、え、何今の。え、なんか俺魔女かと思ったんだけど、かつてやられたあの魔女かと思ったの。エンダーボールみたいな。エンダーボール的な。捨てちゃった。それ捨てちゃったね、捨てちゃったらしいよ。え、あれさ、もしかしてそれ戦える武器なんじゃない？はい、とりあえず今ね、新しい家のこれ玄関の方ですね。まあ家の中から見てるんですけれど、これ玄関がいい感じでね、いい玄関でしょ、これ。豪邸の玄関に見えません？これね、左右対称にしました。で、はい、こういう感じで今とりあえずベッドとチェスト、それからかまど、作業台をすべてこっちに移動して、ここでもう作業をしながらどんどん進めていこうと思います。で、早速ね、進めて、あれどっか行く？あ、行く？あれ？あれどっか行っちゃったんだけど。まあ目標としてはですね、まずは簡単なところから、まずは土台でしょうということで、この今地面がほら草というか土なので、ここを全部石じゃなくて温かみを出すためにフローリングにします。じゃあ今ちょっとポンちゃんにこれを分け与えてですね、これ木を分け与えて、でこれでじゃあ敷き詰めていきましょう。じゃあポンちゃん向こうからやってくれる？うん、左の奥からね。で、僕はじゃあこっちの奥からとりあえず詰めていきますか。そうそう、作業台とかどうしようって話だけど、まあそこはなしにして、ここから一回詰めていこう。やってみよう。ほい、一段高くなる感じですね、こうやってね。こういう感じでひたすらやってみよう。ああ、ちょっとベッドが邪魔だな。よし、とりあえずここまでやって、こういう感じで埋めていこう。おー、フローリングになってくるよ、これいいよ。初めてのフローリングだね。見て、ん？早いから。おー、めちゃめちゃ早いじゃん。なんすんな早いの。ポンちゃんもう完全、これもうプロの方いらっしゃいますけど、これ早くない？何をマスターしたの？これ激速なんだけど、すごいね、フローリングの達人みたい、フローリングの匠みたいになってる、すごいね。あー、でもいい感じで、ほらフローリングになってきたね。お、いいいいいい、全然違うね、やっぱり家になってきたよ、ほら。あとちょっとですよ、これ埋めよう、僕もじゃあちょっと頑張ろう。ほら、下がりながら、うん、下がりながら連打するだけ。おお、これが匠の技術、匠の技術を今ちょっと使ってみたけど、いいね。
とりあえず埋めていこう。もう木がなくなったわ、もう。はい、このように今ね、チェストと作業台など全部移動しまして、すべてをフローリングにしました。ご覧ください。ほらね、えらい変わりますね、フローリングにするだけでね。初めてのフローリング、いいね。はい、いい感じです。で、ポンちゃん今これ何やってるかというと、早速ですね、構想がいろいろあるようで、今任せてるんですが、こっち側って、こう、山が見えるんですよね。だからこっちをガラスを増やして窓にしたいということで、今、窓をつけてもらってるんですよ。一級建築士のポンちゃんにね、ちょっと。ああ、なるほどね。まずだからこの入り口のドアの上に一つ窓をつけるということですね。そう、テーマとしてはやっぱこう、開放的な家。うん、で、2階はもうね、全部ガラス張りの、こう、なんだろう、窓にしたいなと思ってるんですよね。だから豪邸っていうとそういう感じでしょ？こう、2階から眺めると、もう、山が一望できるような、そういう家ですよ。で、今ここ全部ガラスにするってこと。おーおー、いいね。で、高いところで作業するときはね、なんかこう、しゃがむとこう、落ちませんよっていうことを教えてもらって、コメントでね。確かに落ちないよね、こうやってやって。しゃがんでやってます、ちゃんと。なんかちょっと腰悪い人みたいになってるね、ちょっとね、腰の悪い方みたいになってるけど。まあでもこれだと落ちないからね、見た目はどうこうじゃなくてね、落ちないで作業できるということで、まあ面白いね。いいじゃん、ほら、いいね、ほら、遠くからこう見ると、おい、いいよ、いいよ、ほら、いいよ。あ、だいぶこれ明るい、ほら、日差しが入ってくるもんね。ちょっと明るくなったんじゃないこれで、あとはどうするの、もっと左と右にもつける。うん、うん、なるほど。もっと目標としてはこの辺、左側と、こっちの右側ですね、こっちにも窓をつけようということです。さあ、どんどんガラスをつけていくんですけれど、今ポンちゃん右側にもつけるということで、僕はね、こっち側、この広い部分に、なるべく大きく窓をつけたいと思います。ここにじゃあちょっと穴を開けて、頑張って窓をつけよう。まあ2マス開けてだな、このぐらいかな。このぐらいかな。あ、いいね、いいね、いいね。あ、ちょっと大きすぎ？いいよね。それで、そこからそうね、つけと、ちゃんと中腰で作業してます。いいね、いいね。お、できた、できたんじゃない、ほら。おい、いいよ、できました、皆さん。ほら、窓が3つつく開放的な家。さあ、何か作業が始まってるんですが、これは一体何をしているんでしょうか。これは、あ、ベッドね、ベッドを置く。位置が決まらないようだ。あ、いいね。 あれ、寝ちゃった。一人だけ自分のベッド作って寝ないでくださいよ。ちょっと、あ、こういう感じ。と、これとりあえず完成。あ、完成、完成だそうです。あ、これで、ここ一応寝室ね、階段ある。あー、なるほど、そうかそうか。あ、これに段差をつけて登ってこう寝るわけね。で、今度はここの周りとかに囲いをつけるってことでしょ、うん、部屋としてね、うん、そしたらもう窓もあって、朝は日差しが入ってくる。あ、そういうことか。いいね、いいね。では今ね、階段作ったので、これどこにつける。3方向。あ、3方向につける。なるほど、やっぱ考えることは違うね。ちょっとじゃあどいて。現場監督の言う通り、じゃあつけてみましょう。こう、あ、2個つける。こう、広くこうして、これだけでもいいけどね、こうして。うん、とりあえずこれでちょっとかっこよくなったんじゃない、ほら。今ベッドのとこにポンちゃんね、さらに窓ガラスをつけてもらって、いい感じだね、ほら。朝起きたらもう、ほい、あー、豚がいるねみたいなね。そういう朝ですよ。で、あとはですね、このこっち側、反対側のここに階段をつけたいね。階段をこうぐーっとこうつけていって、あれ、なんかもう作業してるけど、こう階段つけて、この上を2階に行けるようにしたい。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ。
そして随時最新情報を更新しているセイキンのツイッター、動画概要欄にそれぞれのリンクがあります。お気軽にチャンネル登録、フォローをしてみてください。